い、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理中部地方丸5をお送りします。でね、もう第5弾まで来ちゃいましたが、これで中部地方は終わりになります。で、最後は残ってる2つの都道府県を取り上げて、この H 台ね、このについてやっていって、穴埋めは全部で7問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、H の都道府県からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速ね、H から行くんですが、せっかくなので、今までやってきた都道府県1個ずつ確認していきましょう。場所と名前ね。で、一応、動画でやった通り順番でやっていきます。まずここから、ちょっと切れちゃってて申し訳ないんですが、ここ、福井県。で、石川県、富山県。で、新潟県。で、長野県、岐阜県、愛知県と。ここまで来てる。で、次ここ、H ね。では、その都道府県の名前から行きましょう。で、そこは、静かな丘と書いて、静岡県です。静岡県。で、静岡県には有名な工業地域があります。これ工業地域ね。愛知の時にやったのは工業地帯だったんだけど、これ工業地域です。で、何工業地域っていうかというと、南部東海地方っていうね、話はしたので、それを使います。東海工業地域です。で、場所はもうほんと静岡の南のここです。この辺り。ここが東海工業地域と言います。で、特に浜松市っていう、このね、市覚えておいてください。すごく有名です。で、場所としてはですね、だいたいこの辺。左端の、ね、下の方にあります。浜松市。で、そこは自動車工業とか楽器がすごく有名です。生産が盛んでね。で、静岡全体で言うと、ほにゃららの産地。でも静岡って言われたらお茶です。茶ね、日本で一番、都道府県別だったら日本一です、茶の産地としては。で、ちなみにこの浜松市とか、あと静岡市ねっていうのは政令指定都市に指定されてます。愛知県の名古屋市と同じです。人口50万人以上で国からね指定されてる。いいかな。で、まあこれが静岡県だと。で、次に、愛の最後ね、行きましょう。青のところ。あそこが、山に果物の梨で、山梨県です。いいね、山梨県。で、山梨県は中央部、本当にど真ん中です。この辺り。に、ほにゃらら盆地っていうのがあります。で、これも覚えましょう。で、何盆地かっていうと、甲府盆地って言います。中央部にあるのが甲府盆地で、その甲府盆地の中の中央部、ほんとね、中の方は水田地帯が広がってますね。水田地帯が、で、その水田地帯の周り、だから盆地の周辺部ね、には扇状地ってのがこっちは広がっていて、そこではほにゃらら栽培が盛んです。で、山梨って言われたらもうこの栽培ですね。果樹栽培、つまり果物です。果樹栽培が盛ん。例えばブドウとかリンゴとか桃、これね、ブドウ狩り桃狩り書きましたけど、あとリンゴとかもそうです。とにかく果物が盛んで、しかも山梨っていうのは大都市から近いです、まあ、こっちからも近いし、ここに東京あるからね、東京からもすぐ行ける、そういうアクセスの良さがあるので、それを活かしてブドウ狩りとか桃狩り、そういうのを行うほにゃらら農園っていうのも多いです。で、これ何農園かっていうと、観光農園って言います。で、これ何かっていうと、農園っていうのは普段はね、こう例えばブドウとか桃を育てたりしたら、それを取って出荷するんだよね。で、それでもお金を儲けるというか、まあ、それを稼ぐっていうのが普通なんだけど、観光農園っていうのは例えばこう、なんだ、観光客の方に来てもらって、そのね、現地で桃狩りを体験してもらうとか、もちろんお金を払ってね。で、実は自分も群馬に住んでいるので、山梨県の桃狩りとか行ったことありますけど、やっぱりね、楽しいし美味しいんですよ。で、観光客の方たくさんいらっしゃるので、そういった観光客の方に来ていただいて、その場で取ると。もちろん出荷もするんだよ、するんだけど、そういうのを観光農園って言います。で、そういうのもすごく多い、山梨県はね。いいかな。では今回は社会の地理中部地方丸5をお送りしました。
で今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも言ったように、これで中部地方は終わりです。で次回からは関東地方に入っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。